こんにちは。ヘアカラーの先生、髪トレの金部です。今日の内容はですね、ミルボンさんのアディクシーを使って明るく透明感のある白髪染めをするレシピ。シンプルなレシピでアディクシー特有の透明感のある色を活かしつつ白髪染めをするレシピになりますので、ぜひ最後までご覧になってください。このチャンネルではですね、お客様が年齢を重ねても安心して継続できるエイジレスヘアカラーができるようになるための知識とテクニックを紹介しています。なので美容師さんに情報提供はもちろんですし、お客様もヘアカラーのことをシンプルに解説していますので、興味ある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ミルボンさんのアディクシーの中でですね、3つレシピを今日は紹介していきます。メインの色はもちろん大事なんですけれども、白髪を染めるための薬剤、こっちの方がポイントになっています。でちょっと混ぜると白髪が染まるようになる薬剤が3つあるんですね。ディープシルバーとディープブルー、ディープパープルって3つ色があります。この中で髪トレ的におすすめしているのがディープシルバーです。なぜかっていうと、色の特徴が一番マイルドだからなんですね。あまりこう感触に触れすぎてしまうと、思ったより暗くなっちゃうとか、思った色とちょっと違ってしまうってあると思いますので、シルバーが一番使いやすいと思いますので、もしこういう風にやってみたい方がいれば、ディープシルバーまず1本仕入れてみてください。一つ目のレシピがですね、スモーキートパーズとディープシルバーの組み合わせです。レシピは9:1、 10% 濃い色を入れるようなイメージでですね、濃い色がちょこっと入ることで白髪が染まるようになるのはもちろんなんですけれども、濃い色が多くないことによってメインの色の透明感っていうのが濁らないんですね。そんなバランスをキープして白髪も染まって色も綺麗に仕上がるレシピが9:1のレシピになります。オキシンは 6% で OK で、仕上がりはこんな感じ。スモーキートパーズ特有の、ベージュというかグレーというか雰囲気のある色がすごく綺麗に出るんですね。白髪が多いお客様に使うとですね、よりこの良さがすごくグッと出ると思いますんで、明るい色が好きな方とか、あとは透明感のある色が好きな方でも、あんまり肌をくすませたくない方にはですね、スモーキートパーズおすすめです。で、2つ目がですね、シルバーとディープシルバーの組み合わせ。アディクシーのシルバーの特徴は、ちょっと紫色が入っていることなんですね。で、明るい線部とか、黄色く色が退色しているところをうまく補正して、グッと雰囲気のある仕上がりにしてくれるのがシルバーのいいところなんですね。こちらも、先ほどのように9:1、10% 濃い色を入れるようなイメージを使うとですね、透明感のある仕上がりで、こんな感じ、綺麗にすごく仕上がります。で、3つ目がですね、グレーパールです。グレーパールとディープシルバーの組み合わせ。グレーパールはシルバーと違ってですね、赤く抑える効果がちょっと強いです。こちら紫は入っていないので、あまり濃い番号を使ってしまうと、もしかしたら思ったより足寄りと言いますか、強い、冷たい雰囲気のように仕上がりやすいかなと思いますので、できれば明るい番号ですね、明るい番号、グレーパールの色が薄い番号とディープシルバーの組み合わせとかでやると、すごくグレーっぽいような雰囲気がすごく簡単に出せるんじゃないかなと思います。こちらもレシピは9:1で、オキシンは 6% で、こんな感じの仕上がりになると思いますので、ミルボンさんのアディクシーといえば、サファイアとか濃いブルーのアッシュの強いイメージがあると思うんですけれども、アッシュを使うよりかもグレーとかベージュっぽいニュアンスの色を使った方が、白髪染めの場合は相性がいいんです。白髪が青くなったりしてしまうと、それはそれでトラブルで失敗になると思うんですよね。そうしたい方って少ないと思いますので、できればグレーとかベージュとかそういうニュアンスのものを使って明るい白髪染めにしていく。そうすることによってお客様の要望通りになると思いますし、美容師さんも失敗が不安じゃないと思うんですね。ぜひですね、今日紹介した3つのレシピ、こちらを使ってお客様の要望を叶える、いつもと違う提案をする、そういうきっかけに役立ててください。で、今日お話ししたような内容をですね、2日に一遍美容師さんへ向けて情報を LINE で配信させていただいています。友達登録されてない美容師さんいらっしゃいましたら、概要欄にリンクが貼ってあります。そちらから友達登録をよろしくお願いいたします。美容師に復帰するけれどもブランクがあって不安な方とか、ヘアカラーを勉強し直したいけどお一人サロンでどうしていいかわからない方、あとカラーをすごい大きな失敗してしまってすごくへこんでる方、そういうヘアカラーを勉強し直したい方に向けてですね、ヘアカラーに自信がつく時短オンライン学習として髪トレドリルリスタートコースの内容をお勧めしています。ヘアカラーの基本が確実に身について自分のペースで勉強できる特殊な勉強方法になりますので、こちらも LINE のメニューから詳しく見れますので、興味ある方ぜひ。はい、で、今日の話をまとめるとですね、ミルボンさんのアディクシーを使って明るい透明感のある白髪染めをする方法、これはキーポイントはディープシルバーです。で、
まあ、ある程度組み合わせやすいものと9対1でオキシア 6% で使うことによって明るく透明感を出しつつ白髪もカバーができる、そういうレシピなんですね。まだ透明感は出したいけどあんまり明るいのはちょっとってお客様には向かない方法かなと思いますので、通常のグレーカラーと今日紹介したレシピっていうのはしっかり住み分けてですね、お客様の要望に合わせたものを提案するように気をつけてください。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。裏技なんですけども、白髪多くって青っぽくしたいとかそういうご要望の方がいらっしゃったらですね、さっきは青っぽくなっちゃうからサファイアとかじゃない方がいいですよってお話したんですけど、これを逆手にとってサファイアとか使うと白髪を青く染めたりとかっていうのも全然できるんですね。ブリーチとかしなくてもそういう色が出せるのが白髪のいいところです。そういうご要望は多くはないと思うんですけれども、もしそう言われた時には僕の今日の話よかったら思い出してください。で、今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。